名刺をね、お配りしたいんですけども。おおおお、世の中には2種類の、まあ俺か俺以外か、あと女の子も2種類しか僕いないと思ってるんで。牛郎帝王罗兰点台加码曝光，深冬夜光牛郎店秋黑。형되게잘생겼지아나호스트인거지그렇지지금남자사진막이런것들이걸려있네南韩主持人申东烨和歌手兼剧文翻译的陈诗锦到日本探讨全人行业，于是来到新宿歌舞伎町玩牛郎，这里有三百家牛郎店，竞争非常激烈。이게다호스트바야와우리가지금가는데는더클럽더클럽사클럽정관사덜을쓰는건약간자신이있다약간그치因为这家就是罗兰的店。いらっしゃいませ。このお店のナンバーワンやらせていただいてるシュンと申します。僕がこの店のナンバーツーなんですけど、はい、椿です。ナンバーワン、ナンバーツー、じゃあ売り上げがどれぐらいですか。僕が1ヶ月で4000万ですね、はい、僕は6000万。体が売りじゃないですけど、こう結構徹底してて、腹筋は結構いい感じ。割とそういう話を聞いてあげられる。結構メンタルが落ちてくる方も多いんで、肉体精神こう目線合わせて見てるとちょっと魅力あるね。惚れて惚れて指名してあげてください。两位大叔当然要把握机会，用功飞完重头戏，开箱平安。여러분모두가넘버원이되는그날까지せっかくなんでローランさんにも会いたいです。ローランさんは確か10万円からだった。ようこそ。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まず最初に名刺をねお配りしたいんですけども。どうぞどうぞ。おおおお、ローランの人気の秘訣って言って、はい、喋りがうまいからですか。얼굴인지、お顔ですか。이야기인지、声ですか。아니면몸인지、体ですか。상체인지、上半身ですか。하체인지、下半身。もちろん下半身の自信はあるんですけど、名言って日本では日本名言、はい、って言うんですけど、例えば世の中には二種類の、俺か俺以外か。あと女の子も2種類しか僕いないと思ってるんですよ。何ですか。ローランドのことが好きな女、そしてこれからローランドのことを好きになる女。いつかはポストの仕事を引退する予定とか。もちろんちょっと考えたことは、彼らのために席を譲らなきゃって言って辞めるのは嫌で、どっちかっていうとどかされて辞めたいんですよね。あ、潮時そう譲ってもいいかなとは思うんですけど、おそらく向こう300年ぐらいそういう日が来ないのかなと思う。どんなやつでもスターになれる可能性あるぜっていうのは本当この番組で伝えたいことですよ。おそらく僕に勝つことはできないですけど、ナンバー2ぐらいに頑張ればなれると思うんで、ぜひ。なんか魅力あるね、なんかこうね。おお、嬉しい。